次でございます。ありがとうございました。いらっしゃった時こういう感じですね、ね、こういう感じ、はい、が今はもう綺麗になってくれて、すごい、はい、めちゃめちゃ綺麗に仕上がっています。ありがとうございます、はい。今までの植毛矯正だと結構毛先がピンってなっちゃったり、髪がボワ時間がかってボワついたりということが多かったんですけど、結構内巻きにこうストークしながら内巻きにしていただいてすごく満足してます。インスタを見て、ずっと見ていて、いつか手術受けてみたいなと思ってたので、今日は初めて手術を受けられて、とても嬉しかったです。ありがとうございます。ネクゾサロンの宮本です。今もお客様に支持していただいてますので、3年後も、しっかりたくさんのお客様に支持される美容師でいたいなと思うんですけども、まあ、美容師として1対1だったら、これまでも、これから先もいいとは思うんですけど、まあ、せっかく素晴らしい仲間と、サロンの仲間としてやっていますので、みんなで掛け算でやって高め合っていければいいかなと思ってます。うん、ああ。こんばんは、ショートハルキです。まあ、これからオンラインサロンとか、あとネックスでオンラインサロンやったりとか、あといろんな取り組み、美容業界っていう括りを飛び越えたっていう挑戦も3年後していきたいなと思います、ね。なんか美容師としてだけじゃなくて、もう一人の自分を作る、2つの道をなんかこう同時進行していくっていうのが、まあ、今の時代楽しいんじゃないかなと思うので、3年後はこう何人も自分がいるかのような人生を送っていきたいです。ありがとうございます。ゆかりです、今年3になるので3年後の自分については、自分の周りの人のために動けるような美容師や人間になっていけるかなと思います。結婚してたらいいと思います。はい、頑張ります。やっぱありますよね。はい、寺田です。時代の変化だったりとか環境の変化とか、そういうのがすごく激しい時代なので、その変化に応じながら常にこう求められているものを提供できるようなサロンであったり個人であったりしたいと思います。でその中で、ネックスに関わってくれるスタッフたちが、美容を通じて達成感だったり持てる状況を用意していきたいなと思っています。髪の毛傷みやすいんですけど、いつもトゥルトゥルで返してくれるので助かってます。いやでも私19か18ぐらいの時に、そうサロンのモデルですか、なんかスカウトしてもらった時からずっと頼んでて、なんでだいぶ前からお兄ちゃんみたいな感じですね。お世話になってます。大丈夫です。ありがとうございます。一
つも担当してもらってて思うことは、毎回なんかいろんな選択肢をくださって、その中で自分が合うものをいつも選んでいただいてて、すごいなんか毎回あこんな選択肢あるんだとか、楽しく美容室に来れますね、春樹さんのおかげで。でメンタル面でもなんか僕美容学生なんですけど、いろいろアドバイスいただいたりとか、日常生活でとか人生のことについてとかも普段からアドバイスいただいて、すごいためになります。高橋です。ネックスといえば勝利さんって感じなんですけど、今は3年後はネックスといえば高橋って名前も出てくるようなすごい人になりたいと思います。ネックスの島野裕太です。僕は宿毛とかパーマとかのその薬剤に特化した美容師になりたいなと思ってるので、難しい髪質のお客さんとかでも宿毛でサラサラにできたり、もう小手巻きのようなパーマとかもできるような美容師として活躍してたいです。どっちもできますね。内山です。ある程度お客さんがついて自分のしたいことを実現できる、いろんな女の子を施術できたらいいなって思います。はじめまして、ネクストサロンの、竹山大輝と申します。処理さんと同じ景色を見られるように、よりカリスマ美容師として、お客様をより喜ばせられる美容師になれるように、なっていると思います。今後の、ネクストサロンに、期待しててください。よろしくお願いします。切り爆発させて、どれだけ爆発させるかで試合が変わるんで、自分だとうまくできないんですね。この爆発が慣れたらめっちゃうまくなりますよ、うん、なんか後の仕上げよりもこの馴染ませがうまいかどうかですごい変わってくる。スタイリングうまい人みんなこれがうまいんですよね、うん。はい、ちょっとこんな感じでハイライト入れさせてもらって、こういう感じ で上はだいぶ馴染んだんで、白髪なのかハイライトなのかだいぶ分からなくなってくるので、ヘアサロンコールのスタイリストとカラーリストしてます、西川と申します。3年後はそうですね、ネックス自体がどんどん大きく成長できるようにサポートできる存在でありたいっていうのと、毎日悩みがあって来てくださって解決して帰ってくださるっていう流れが私の場合は多いんですけど、それがもっとクオリティが高くてもっと早くできるように日々努力します。はい、ありがとうございます。ロングからこうショートにカットしたんですけど、なんかこう自分の癖とかもなんかすごい活かしながら、いろいろアドバイスくれたので、なんかすごい良かったです。ちょっとまたぜひやってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ネックスの永井です。3年後は、みんなでここにいるメンバーで協力して、本当に日本のリーディングサロンになれるようにしっかり頑張っていきたいと思います。他のサロンがびっくりするようなことをいろいろやっていけたらなと思います。
に初めてここでショートにしてもらったんですけど、ここの美容院以外はもう来れないかなっていうぐらい気に入ってるところなので、またこれからもお願いできればなと思ってます。実は同い年なんですけど、本当にすごいなということしかないんですが、いつも上手に来てもらって嬉しいです。違うやん、私はこういう普通の、はい、あ、大丈夫です。他のお店を見ることなかったよって言われてないだろうなとは分かるんですけど、アシスタントの須崎亜美です。カットとかを、技術を待ってくれてる友達とか家族の専属の美容師になっている予定です。でメイクも好きなので、撮影とかでメイクとか洋服とかも発信していけてたらいいなと思います。逆も良いです。でも自分のやっぱり細かいところだったりとか悩みをこう細かくヒアリングしてくださって、それに答えていただけるので、なんか女性の美容師さんならではの細かな気遣いとかがすごい満足してます。島田なるみです。3年後の目標はスタイリストデビューをして、お客様のしたいスタイルに作り上げれるようなスタイリストになりたいです。まだ大丈夫、伸ばすときのアップにしてあげるとすごく気になる。アシスタントの吉田です。今まで自分を支えてくれた、家族、友人、そしてやっぱり、NEXT の先輩方に恩返しができるようにしたいです。そこで満足するんじゃなくて、もちろんそれは一つの目標としてあって、でそれとまた別に勝利さんの大きすぎる背中を追い越せるように今はコツコツ頑張ります。忍者とは忍び耐えるもののことなんだよ。死にたいのケースバイケース使うんですけど、ただ別にそれが嫌ですよね。